ファミリースペースなんていうところを設けたりするんですけども、本当に必要ですか？はい、皆さんこんにちは、店長磯野です。今日のテーマはプロは絶対避ける後悔する間取り7000になります。これ私プラン集とか見てて、まあ私なら住みたくないな、嫌だなっていうのが結構あってですね、これやっぱり皆さんこうメリットデメリットっていうのがなかなか間取りっていうのはやっぱり分かりにくい、まあ、よく言うのが家は3階建てないと分からないなんて言いますけども、3階建てる方なんてなかなかいらっしゃらないので、やっぱりもう1階でビシッと決めていくためにはこのあたりですね、失敗しない間取りのテーマ、これを押さえることが大事だと思いますので、ぜひ最後までご覧になっていただければ、そのあたりをですね、がっつり掴めると思いますので、ご覧いただければと思います。で、最後には重要なポイントをまとめてお伝えしますので、最後まで楽しみにご覧ください。で、この店長磯野のウェブ家作りコンサルティングは、毎週水曜日の19時より配信してます。いろんなこう住宅の幅広い話を面白くわかりやすくお伝えしますので、ぜひご覧いただければと思います。で、今日のテーマはこう早速いきたいと思うんですけども、一つ目はリビングと一体になっている畳コーナーです。これ結構導入したいという方多くいらっしゃるそうなんですけども、これはですね、あまりおすすめできません。お子さんが小さい時であれば結構そこで遊ばしたりする、いわゆる畳だとこう転んで頭打っても安心というところがあるので、そういったところがあると便利というのがあるんですけども、これ本当に短い期間だけで、それ以降はですね、結構こう邪魔なんですよ。そこにダイニングのテーブルとかを持ってったり、ソファを持ってったりとかできなくてですから、やっぱりそれ自体が一つこう浮いてしまう、なんかこうデッドスペースみたいになってしまうという声が結構上がってたりします。なのでこの活用方法がなかなか難しい、間取りとしては短命なスペースっていうふうに言えるかもしれないので、リビングと一体になった畳コーナーはちょっと検討した方がいいんじゃないかなと思います。そして失敗する間取りの7選の2つ目です。2つ目はトイレです。本当に要注意なんですけども、トイレは失敗する位置ですね、これ2つあります。まず1つ目は玄関から丸見えのトイレです。これ本当に嫌じゃないかなと思うんですけども、お客さんが例えば来てました、玄関先でお母さんが喋ってましたっていう時に、そこの前近くでトイレですね入るなんて本当に恥ずかしくて嫌っていうことがあったりします。もちろん2階のトイレはそれで使えばいいやということもありますけども、でも根本的にやっぱり丸見えの1階のトイレっていうのは嫌じゃないかなと思うので、この玄関から丸見え、これ注意した方がいいと思います。そしてもう一つ意外にやりがちなのが2階にある LDK のケース、まあ、3階建ての方とか結構2階に LDK があったりしますし、2階建てでもこう2階に、ね、LDK があるという方もいらっしゃると思うんですけども、この場合にトイレの位置がキッチンのですね、結構近くに持ってきてしまうなんていうケース、リビングからすぐ丸見えの位置、キッチンのすぐそばなんていうことをやりがちなんですけども、これはですね、また結構嫌です。ゆったりできないトイレになってしまいます。なので、そういったところスペース持ってくる場合は、少しこう壁で一回区切ってあげるとかですね、することで一体にはならないっていうトイレにできますので、このあたり玄関近くのトイレ、それからリビングとかこのまあキッチンの近くのトイレ、これは要注意かなと思います。そして3つ目、南面に窓なしの間取りです。これそんなことやることないんじゃないのって思いがちなんですけども、意外にですねそういうプランって多かったりするんです。プラン集にもそういうのがあったりします。これどういうケースに南側に窓なくすかっていうと、例えばなんですけども、大きいですねテレビとかそういうのをドーンと置きたいからって言って、南面のところの壁を多めにして、そこにテレビ台、こう大きいありますよね、テレビのこう全部セットになっているようなものを置いて、まあ、窓は上だけ、あのフィックス窓なんていうですね、開かない窓で光だけ取るっていうことをするんですけども、これ結果的にかなり暗くなってきます。それをカバーするために他の面、例えば西面だったり東面があって、そっちに大きな窓をいっぱいつけるっていうことができるような間取りであれば潰してもいいのかなという気もしますけども、なかなかそれだけの壁が取れないというケースの場合はこれちょっとおすすめできないかなと思います。で、あともう一個あるのが、これ2世帯とか同居型のお家なんかっていうのがありがちなんですけど、リビングの一体になった部屋のところに親御さんの部屋を持ってくるなんていうケースもこれ間取りであったりするそうです。そうなってくると、そのお部屋のところを南面に入ってしまうので、リビングは結局南の窓がないっていうケースがあったりします。そうすると閉めてる時は光が入らなくなるので、結局 LDK は昼間でも電気をつけなきゃいけないなんていうこともなりがちなので、南面に部屋を持ってくるってこと自体やめた方がいいと思います。で、続いて4つ目、収納よりリビングの広さを優先する、これもやめた方がいいですね。まあ、リビングの広さを優先、少しでも広くしたいっていう動きはもちろん多くの方があるんで、これはもういいと思うんですけども、それをやるためにリビング以外のところのスペースで重要なのがやっぱ収納です。収納、本当に特に1階の収納ってかなりですね物が多いので、必要になってくるときに収納がないってなってくると、例えば収納があるじゃあ2階に持っていこうっていうと動線が長くなってすごく使いづらいとかですねなってきますので、やはり1階にきちんと必要な収納は取っておきましょう。部屋の大きさ云々よりも先に収納のスペース
ースをきちんと考えて、例えば1畳なのか 1.5 畳なのか、スペースを取った上で残りで最大のリビングにするとか、そういうふうな考え方の方がいいと思うので、広さを優先するために収納を削るっていうのはやめた方がいいと思います。で、続いて5つ目、この字型の間取りです。よくあるのが真ん中にこう中庭みたいなスペースを設けて、リビングと反対側に和室設けて、そのこの字号のこう一番長いところに水回りを持ってく、階段持ってくるなんていうのがあったりして、すごくこれおしゃれでいい感じで、すごく見栄えです。ただ結果的にこれ動線が長くなります。行き来するのこう長さ、廊下だとかスペースが非常に長くなるので、動きとしても無駄ですし、無駄な廊下スペースだとかができてしまいますから、非常にですね、住宅自体が大きくなります。予算がもちろんね、住宅にあるっていう方はそれでもいいのかもしれませんけども、予算の限られた中で素敵なお家にしたい、性能がいいお家にしたいっていうふうに考えると、なかなかこの字型のお家っていうのは難しいのかなというふうに思います。あともう一つは、中庭のスペースきちんとですね、コンクリート打ったりとかなんだっていうスペースにすれば全然いいと思うんですけども、そこを土のまんまにすると、雨が降った時にですね、泥跳ねですごく汚れたり、窓ガラス自体が汚れちゃったりとかもしますので、この辺も十分注意していただければなと思います。それから6つ目、キッチン室の幅で失敗するというケースが結構あります。だいたいこれ寸法を測る時っていうのは、壁の芯からこの反対側の壁の芯までの間のところを寸法でよく言うんですけども、対面キッチンだとすると、キッチンの向こう側にある壁の中心からキッチンの後ろ側の壁、いわゆるカップボード、食器棚を置いたりするその壁の中心、この距離をいくつにするかっていう設定をするんですけども、一般的なこの心身の幅でいくと 2.275 メートルっていうのが多くあります。これはまあ尺モジュールの場合です。これよりもリビング側、ダイニング側広くしたいということで、少しこれ短くすると 1.82 メーター、これまあ畳でいう一間っていう1枚の長い方の畳の長さになってくるんですけども、これやると狭すぎます。本当に狭いです。この 1.82 メーターの中に当然壁の厚みがあって減ってきます。さらにはキッチン自体のこう幅っていうのは大体60センチとか65センチあったりします。さらに後ろに食器棚を置くっていくと、ここのですね、人が立てる間っていうのが非常に狭くなりますし、食器棚の幅の厚みによっては下のですね、点検口とか収納ありますね、床下収納、これの蓋が開かなくなるなんていうこともあったりしますので、やっぱりこう詰める 1.82 メーターぐらいまで詰めるっていうのはやめた方がいいと思います。もちろん少しちょっとコンパクトなお家でそういったところを詰めていく、でキッチンにももう基本では一人しか立たないっていう方はそれでもいいのかもしれませんけども、ご家族で2人一緒にキッチンをですね、料理楽しみたいというような方はこれ絶対絶対に避けた方がいいです。最低 2.275、 できるんだれば 2.73 メーターの少しゆとりある方が行き来するのにですね、すごく使いやすいと思うので、このキッチンの幅を詰めるっていうのも要注意していただければと思います。で、最後の7つ目、2階のファミリースペースです。これよくまあ第2のリビングみたいな使い方で、1階のリビングとは別にこう寝室があって、子供部屋が例えば2つあって、その間のですね、階段上がったところのスペースにファミリースペースなんていうところを設けたりするんですけども、すごくですね、まあ寝る前に皆さんそこで集まって何かするなんていうところで良かったりするんですけども、これ本当に必要ですかっていうところなんです。ここにみんなが集まる前に、皆さんがリビングに集まってたとしたら、わざわざ寝る前にそこに何か一回集合する必要がまずないということも考えられます。なのでどちらかというと、これあったらいいな程度のものなので、それであれば収納にするとかがいいでしょうし、仮にそこのスペース、ファミリースペースを生かすんであれば、書斎のようなスペースにしたらすごくいいと思います。そこのスペースの両脇に本棚を設けて、カフェのようなテーブルとか置いといて、ご家族が集まるっていうような書斎的なスペースにするのはすごく素敵ですし、場合によってはそこをスタディスペースなんてすることもできたりします。またはリモートワークスペースなんてもできたりするので、そういったきちんと継続的に使うことができるスペースとしてファミリースペースにするのは OK だと思うんですけども、あったらいいなは気をつけた方がいいと思います。ということで、この後重要なポイントをですね、3つお伝えしていきたいと思うんですが、その前に改めてこの店長磯野のウェブ家づくりコンサルティング、毎週水曜日の19時に配信してます。幅広い家づくりの情報、お得な情報を伝えていますので、ぜひですね、ご覧いただいて、今日も見ていただいて、良かったな、面白かったなと思っていただいた方、どうですか？良かったですかね？良かったなと思っていただいたら、ぜひ高評価、いいね、それからチャンネル登録お願いいたします。あとは第2土曜日の19時からはライブ配信で、皆さんの生のですね、ご質問にもお答えもしていますので、そちらの方もぜひご覧いただければと思います。では最後、まとめのですね、3つお伝えしていこうと思います。まず1つ目、間取りにおいてあったらいいなは NG です。きちんとどういうふうに使うか、どういうふうにこう生活の中でジョインするかっていうところを考えた上で、間取りのスペースを設けていくことが非常に重要なので、あったらいいな、便利そうだなではやめた方がいいです。で、2つ目、おしゃれより
機能性にしましょう。おしゃれさの方を優先してしまうと、結果的に先ほどの動線が長くなるとか、使い勝手が悪い、あとあといわゆる使うスペースではなくなってしまった、使いにくくなってしまったなんていうことがあるので、おしゃれさよりも機能性をまず重視しましょう。機能性を重視しましょう。これ大事なポイントです。で、最後3つ目はですね、寸法と広さをきちんと把握しましょう。これもこっちのスペースを少しでも広くしたいから、こっちのスペースをまあ少し狭くしてしまおう。狭くした時の寸法がどれぐらいになるのか、広さになるかっていうのをきちんと体感をしてからそれを選ぶようにしてください。こういったところはモデルハウスだったりとか、自分自身でメジャーでちゃんと測ってみて、そこに立ってみて本当に大丈夫かなっていうのを確認して、それを選択していただければ OK なんですけども、そういったところも確認せずにやってしまうとですね、やっぱり失敗の要因になりますから、要注意していただければと思います。ということで今日はこのテーマですね、間取り失敗7選を徹底解説させてもらいました。ぜひ皆さんのヒントにしていただければと思います。今日は以上となります。また次回も楽しみにお待ちください。ではまた。